白血病と診断されたことを公表した競泳の池氷花子選手について、オリンピック・パラリンピック担当大臣の桜田義孝氏の発言に対し、ネット上で批判の声が相次いでいる。NHK や情報番組、モーニングショー、テレビ朝日系などの報道によると、桜田氏は2月12日、池子選手が白血病と診断されたことについて、金メダル候補で、日本が本当に期待している選手ですから、本当にがっかりしていますなどと記者団に対し発言。早く治療に専念して頑張ってもらいたい。また、元気な姿を見たいと、ねぎらいの言葉も伝えたが、オリンピック担当大臣としては、オリンピックの水泳の部分には、非常に期待している部分があるんです。一人リードしてくれる選手がいると、みんなその人につられて、全体が盛り上がりますからね。そういった盛り上がりが若干した日にならないか、心配していますと述べた。桜田氏の発言には、池子選手の体調を気遣う部分もあったものの、選手の健康よりも、東京オリンピックの成功に関心がある発言にも聞こえる。この発言がメディアに取り上げられると、ツイッターなど SNS 上では、配慮に欠ける言葉などと批判の声が相次いだ。桜田氏は、サイバーセキュリティ担当大臣も兼務しており、2018年11月には、従業員や秘書に指示をしてきたので、自分でパソコンを打つことはないと答